はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ウイスキー、ファイティングコックです。バーボンですね。103プルーフ。まあ、アルコール度数が 51.5 度の、非常に高い度数の、バーボン。エイジド6イヤーズと書いてあります。6年です。6年熟成。ファイティングコック。6年。容量が 750ml。値段が確か2000円ぐらいだった気がする。まあ、なんか結構これも評価高いっすよね。これね。まあ、だったんで、ちょっと買ってみました。色が濃い。濃いね。色が濃いねっていうか、これ見て分かる通り結構濃いです。色がやっぱりあれだな、なんだっけ、ワイルドターキーに似てる。ちょっと赤みがかってる感じ。それでは乾杯。ボホ。うわ。すっかり忘れてた。51.5 度だっての忘れてた。うわ、きっつ。まあ、でも、ワイルドターキー8年も50.5 度だろ、これ。ワイルドターキー8年よか、1度高い。うわぁ。これはきつい。てか、気のせいか、これ。先ほどハブ酒飲んだ時の香りが残ってる気がする。まいたん、これ、ハブ酒の味が残ってる、これ。同じグラスで、やるとあれだわ。別なグラスに移して。これダメだ。ハブ酒の強烈な香りだ。でも強烈でもない気がするんだけどな。あ、でもやっぱ、甘くないですね。甘くない。ワイルドターキーに比べると全然甘くない。ような気がする。まあ、もうワイルドターキーと飲み比べしますけど、あれ、そういえば、最近関係ないけど、何だったかな、ヨーツベで見た動画で、ものすごい動画があって、ウイスキーを一気飲みした動画があったな。まあ、ロシア人ですけど、安定の。よく死ななかったな。あの人。あれ、俺見たやつ、これ、視聴履歴とかってなかったっけ？また、
一気飲みとかでググれば出ると思うんですけど。あ、これワイルドターキーの、これね、そう。これね、ワイルドターキーのね、アルコール度数40度、ワイルドターキー一気飲みって書いてあるんですけど、これ実際40度じゃないんですよ。これ。これ多分、これ登録っていうか、やった人がね、間違ってるんですよ。こうワイルドターキー、8年なんですよ。で、101プルーフの昔のワイルドターキー8年だな。ここに8って今書いてあるんですけど、これが101って書いてるやつが飲んでるんですよ、これ。この人。だから 50.5 度あるんですよ。で、多分これロシア人か何かですね。これ40度じゃないんですよね。これ化け物だって、これ。死んでしまうって。これすごいよ、これ。まずそもそも飲むっていうこと自体っていうより、まず吐かないで一気飲みできる時点でまずすごいんだけど。これなんかトリックでも使ってんのかなと思ったけど。そもそも 50.5 度だからね、 50.5 度一気飲みする時点でもう体とかのレベルじゃなくまず吐くんだけど、これもう人間やめてるシリーズだよね。完全に。人間やめましたシリーズ。本当に。本当に人間やめてる。だって、前俺見たのが、ロシア人でね、なんだ、ウォッカ、アブソルトウォッカを一気飲みするっていう動画あったんですけど、それは見たんだけど、アブソルトウォッカ40度ですから、それ、これ50度ですからね。10度も違うんですからね。それを一気飲みするんですからね。もう、人間超えてるよね。あれ？ん？いや。いや、ワイルドターキー8でも甘くねえか。どっちかっていうと、こっちの方がスッキリしてるような気がする。まあでも、こんだけこれ、空気空いてるから、これで気化してだいぶ香りが飛んじゃってることは考えられますけど。うん。多分、だいぶ香り飛んでんな。だいぶ弱くなってる、アルコール度数というか。なんか、弱い。やっぱ開けたてがね、一番強烈だね。開けたてが。うん。甘いプラス、まあ、甘くはないか。このファイティングコックは、甘くはないんだけど、香りが非常に、ちょっとなんか甘いっていうか、何の香りかな、これな。蜂蜜のような香りがする。うん。蜂蜜に似てる香りがするね。っていうか、なんで、ウイスキーにワイルドターキーと、こっちは、クックですけど、コックか。コックですけど、似たようなね、鳥の銘柄なのか、よくわかんないんですけど、何なんでしょうか。
なんかあんの？やっぱ50度は強烈だ。ああ、喉が焼ける。ファイティングコックと。6年。だいたい2000円ぐらいですね。統計。これ統計って読むんだっけ？鶏？戦う鶏と書いて統計を意味する。バーボンは時代とともにライト化する傾向にあるが、そんな中であえて逆境に、違う、流れに逆らった、昔のままの男性的なヘビータイプのバーボンなのだと。バーボンは一般的にトウモロコシ、ライ麦、大麦、麦芽が原料だが、このバーボンはライ麦の代わりに小麦を使った原種を選んでいる。しかし、同じ小麦を使っているメーカーズマークとは違い、味わいにも香りにも甘さやまろやかさは感じられない。かなりドライでさっぱりとしたバーボンだ。香りもそれほど強くない。とはいえ、変な苦味やトゲトゲしさは全くなく、すっきり飲めて後味もそれほど残らない。はあ。そうか。そう言われてみるとそう思ってくるな。てか、はっきり言ってメーカーズマークはかなりあれだよね。メーカーズマークは、香り強かったよな、確かにな。爽やかに弾ける口当たり、骨格のある香りには、親しみのある温和さが溶け込んでいる。フィニッシュに残る焦げ臭さが、このバーボン最大の特徴である。ほう。全体的にあれと変わんない。ワイルドターキーとあんまり変わんない。ただ確かにちょっと違うは違う。だけど、大して変わんない。香りが若干違うかな。口当たりの香りが。最初に嗅ぐ香りが。違いますね。ああ、ヒノキのようないい香り。これはあるね。でも、あ、でもヒノキの香りするか。そうだ、これだよ。ヒノキの香りだ。なんか最初に嗅ぐと、なんか香るなって思ってたけど、ヒノキの香りだ。これヒノキの香りだ。最初にこう口に入れた瞬間に香る香り。でも確かに甘くはないですね。ただ、あと全体的にはほとんど、マイルドターキーと変わんねえかなーっていう感覚はありますけどね。
あれこれ、これ今飲んだのこれ、ワイルドターキー8年だったっけ？あれこれどっち飲んだんだこれ。やばい。やばい、やらかしたな。これどっちだ、逆か？俺今飲んでたの、こっちが、こっちはワイルドターキー8年。あれ？あ、こっちワイルドターキー8年だな、さて。おい、ちょっと、これやばいぞ。あ、確かに、なんか、ごたごた言ってましたけど、あれは全部嘘です。なんか言ってました。言ってた記憶があったけど、嘘です。なんか確かに、あれ？これファイティングコックの味だなとか思いながらちょっと言ってましたね。あれでも全然わかんない。ちょっと待って、さっきの飲んだの本当になんだ？あとで動画確認してみよう。やば。変なこと言ってたかもしんない。あれでも。あ、でも飲み慣れてくると、案外50度でも全然あれだな。案外普通に飲めてくる。ただね、やっぱね、確かに、かなりドライ。キレがいい。キレがいいですね。うん。うん。キレがいい。にしてもあれだな、色がやけに濃いな、これ。ワイルドターキー8年か、濃いんじゃないか、これ。そんなことはないか。これさ、透明なさ、これあれだからさ、これ、あれが、パッケージがさ、ラベルがさ、透明だからさ、なんか、濃く見えるんだよね。なんとなくね。うん。まあ、ということで、まあ、美味しい。結構ドライ。甘くない。バーボンだけど甘くないですね。うん。基本的にバーボンって結構似たり寄ったりの甘さがあるんですけど、それがあんまりないのと、キレがいいのかな？キレの良さ。うん。うん。まあでも、ただ、ワイルドターキーと比べると別に大して差がないですよね。うん。で、俺どっちかっていうとキレのあるやつよか、コクあった方がいい。プラス甘みがあった方が好きなんで。3、2、4、3だな。うん、ご視聴ありがとうございました。